勝手にワンチャンネル。おーしゃー、セットプレイアドバイザーの山内さんにお越しいただいてます。よっしゃ、お願いします。前回はセットプレイアドバイザーと何なのかというところを深掘りしてたんですけれども、はい、今回は、はい、J リーグ協会などのちょっといろいろ聞けない話というか、はいはいはい、聞かない話を聞いていこうじゃないかと。大人の J リーグファンがもう見たくて仕方ない裏側を。そうよ、はいちょっとね、下世話な部分もあるかもしれないですけども、はいはいはい、その辺聞いていきたいなと思います。まずはちょっと山内選手のちょっとプロフィールというか経歴の方、はいはい、山内選手は東海学園大学から、はい、2009年に FC 岐阜の特別指定選手になったと、はい、で翌10年に正式加入で、その後に FC 鹿児島に期限付き移籍で、その後完全移籍、はい、でその後に中国サッカーリーグの松江シティ FC に移籍、はい、2015年シーズン終了後に松江退団をし、で2018年で現役引退、その後 FC 岐阜のアシスタントコーチに就任ということで、合ってますかね。多分合ってると思います。完全に今ウィキペディア情報なんで誰がね、そんな書いてくれてるの求めてくれるの。すごいによりますよね本人もだってあやふやなとこありますもんね。あ、そうだったんだって俺もたまに調べて。あそうなんですねA 契約とか B 契約って何なんですか。いや僕もそこはあんま分かってないですけどそんなもんなんなんやねんそれみたいな当事者まあそれどころもう教えてないしか思ってなかったんですけど、ね、それはそうっすよね、はい、うん、お金はね、もちろんね、上がりたかったんですけど、俺、僕、試合の出てないんで、あんまり。やっぱ試合出てないしか思ってないから。C 契約は、まあ、その一番下っすよね。のカテゴリーで。A 契約になるには、最低の額が480万かな、うん、っていうのが決まってて、それ以上出さないといけないよっていう。ぶっちゃけ、その業界って、まあ、ピンキリだと思うんですけど、はい、どんなもんもらえるのかなって思うんですよ。J1、J2、J3 やって。JFL もあるんじゃないですか。はい、もう答えにくいと思うんですけど、本当にピンキリで、はい、もう僕別に給料言ってもいいですけど、いいですか。これピピーは入れれるかぼかして言うか。でもその岐阜に大学卒で入団した時は大卒普通の一般就職よりもちょっといいぐらいかな。ちょっといいぐらいかなって感じです。本当少し毛が生えたぐらいです、ね、一般の人ってその最初に野球を見ちゃうから、うん、サッカーも結構いってんでしょって思いがちなところもありますよね、うん、だからもう桁が違いますもん。サッカー全然逆にもらってないんですよっていう野球に比べたら。なんか前聞いた話ですね、バイトしてる人もいるとか。います。あ、J3 のチームだとまだ掛け持ちしてる人もいるんですよね、うん、はい、J3 はその規定が A 契約の選手が何人かいればっていうだけなんで、確か A 契約はプロ契約、プロ契約はどっちか分かんないですけど、何人かいれば回るので、あと働いてる選手とかも全然いるチームはありますね。へー、だからそれ言うともう JFL だったり地域リーグの方が環境いいんじゃねみたいな。逆にあります、あります、あります。だからスポンサーの結局量力合いなんで。ああ、まあそうか、はい、じゃあ JFL の方が J3 より稼げるパターンもあります。全然あります。まあそっかね、大会社がやってたりもするわけだもんね、うん、まあ例えばまあホンダとか企業チームで、まあそこは上がることがないですけど、はい、でももうあそこはね安定した収入で、辞めた後もホンダに入れるので、もうそれも一つ賢明な選択肢だなと。期間決まっちゃいますもんね、どうしても。そうそうそう、まあ、で結構こう移籍とかあるじゃないですか、はい、でまあ俺だって結果だけ知るわけじゃないですか、はい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 、移籍したんだ、はいはい、うん、でもその移籍の実際のところってどうなってるのかなって確かにね、分かんないですよね、外の人って。そう、分かんないです。1個ちょっと疑問に思ってたのが、はいはいはい、契約する上で契約書とかって結構何枚もあったりとかする。いや4枚ぐらいじゃないですか。あっ、4枚ぐらい。メジャーリーガーみたいなんじゃないんだ。そう、あのドラッと方々みたいな、あの人たちみたいに莫大な金だったらあれですけど、僕はあの安い選手だったんで4枚ぐらい。お前こんなもんでええやろみたいな人によって違うんですか。いや、まあ人によって契約は全然違うんで、やっぱり。あ、だ例えば分かりやすく言えばフォワードだったら得点球がついてる選手、ついてない選手、へー、キーパーだったら
あの無視点球がついてる選手ついてないとか、まあ、本当にだからベンチメンバーに入ったら、うん、登録球が入りますとか、ある選手ない選手とか本当にまちまちで、そのクラブによっても多分違いますし額も違いますし、でも本当に一人一人全然違うんで、だから誰一人として同じ契約はいない。へー。で他の同じチームの、はい、内容とか知らないんですか？それを言うと、まあね、はい、いろいろややこしくなるんで、あんまりみんな言わないですけど、はい、でも、まあ僕もそうですけど、こう、チームに不安が増えていくと、それを多分公開し始めるんで。まあ、それは多分組織論じゃないかな。移籍するときって、どういうきっかけでその移籍先って決めるんですか？ですね、今やっぱ代理人がすごい力をつけているので、代理人がやっぱ情報を持っていくんで、代理人から発信っていうのは多いですね。で僕の時とかはやっぱ代理人なんか別にいらないよっていうぐらいの時だったので、まあ、代理人もつけてなかったんですけど、まあ、それこそ人のつながりですよね。あ、僕はその岐阜から鹿児島に行く時はやっぱりその恩師のつながりだったりして、で当時は J3 がなくて、まだ J2 までの時で、で鹿児島地域リーグなので、言ったらカテゴリー2つも一気に落とすんで、大体カテゴリーって1個落として、あの試合の出場機会を狙いにみんな行くんですけど、はい、僕2つも落とすんで、うん、周りからすごい、まあアホなんちゃうかなって、そんな落とすみたいな。で鹿児島に J リーグなくて、はい、地域貢献活動とかイベントスクールとかも全部自分たちやってるって言ったんで、うん、面白そうだなと思って、うん、で僕岐阜でね、いっぱいイベント活動とかさせてもらってたんで、はい、あ、そういうこと自分でもやれるんだったらいいなと思って、なので、はい、もう鹿児島はやっぱそうやって仲間でみんな立ち上げて、はい、本当立ち上げたばっかりだったんで、立ち上げて2年目とかって、ね、はい、FC 鹿児島は、だったら面白そうだなと思って、はい、意欲に満ちましたね、その時に。全部やりたいなと思って、もちろん試合にも 出て勝つことも、 JFL 昇格することもそうですけど、はい、やっぱり地元に J リーグをっていう思いでやるのはやっぱりまた話変わるんで、はい、っていうので、まあ、ご縁があってって感じでしたね。ちょっといい話聞けてるな。地域リーグの時はプロ契約なんですか？それもだから選手によって違うんですよ。僕はレンタルで行っているので、はい、そこはチーム間でどうするかなんですよ、はい、そのお金を鹿児島が持つのか、岐阜が持つのかはチームによって違います。あ、違うんですか？全然違います。例えば、全額鹿児島が払えますよ。だけど席は岐阜にありますよ。なのか、折半ですよ。半分半分。出しますよ。なのか、いや岐阜はいやいや育成だからこっち出しますよみたいな、出場機会あのとりあえずやってもらってまた戻すんでとか、まあ本当にチームによって違います。それは鹿児島に行った時は JFL に上がったんですかね。その僕の時に昇格しました、 JFL。 その時ってお金も上がるんですか、 JFL に上がる、アマチュアとはいえ。その結局はチームのスポンサーの数だったり額ですね。だからチームによって全然違いますよ。だから僕は、まあ、一応もう一回プロ契約の話がいただいたんですけど、でもその額に僕納得いかなかったので、もうやらないっつって、はい、契約更改とかってあの自分で何か言うんですか？俺今回シュートめっちゃ決めたんで。いや、そうですね、代理人がいない選手はもう直接です。僕とかずっと直接なんで。あ、喧嘩になったりしないですか？いや、もうそんな感じですよ。ちょっとそんな感じになったりとか、まあすごい上から言われたりだとか、まあそれはね、お金払う方ですからね。あ、そうですけど、あの時は多分全員いい思いしないですよね。言う側も言われる側も、そうっすね、気分悪いですね。みんな胃が痛いと思います。夏場ぐらいはあの仲良くしてるじゃないですか。そうっすよ、そうあんな、なんていうか、あんな褒めてくれたじゃないですか。はい、そんな感じです、ほんとに。あ、やだな、年末になったら厳しいんだよなぁ。そう。僕、あの、島根、松江シティに行った時は、はい、鹿児島プロ契約の話をいただいてるにもかかわらず、はい、僕、島根行った時、サッカー級ゼロだったんで、サッカーでゼロ円で、はい、最初バイトスタート、バイトだけです、収入は。でチームのスポンサーのコールセンターを紹介していただいて、はい、時給800円だった。800円とか。あの時が僕多分一番しんどかったですね。そうっすよね。はい。
通のバイトやるんですね、そのサッカースクールとか。普通のバイトですよ。サッカースクールもあるチームはそういうの選手やったりしますけど、でもそれも人数限られてるじゃないですか。そうですよね。それもできても1人か2人とか、まあ、多いチームはね、しっかりあの子供たち集めてできてますけど、それが全てじゃないんで。みんな働いてましたよ。農業のバイトやったり、介護の仕事やったり、清掃やったりだとか、ゴミ収集やったりとか。僕は最初コールセンターだったんですけど、コールセンター3ヶ月ぐらいで辞めさせてもらって、っていうのも、もうやっぱりこう、窓もない、情報を、あの、外に出さない、で、顔も見えない人たちにずっと電話出る。一番無理そうですね。一番無理。無理みたいな。そこでやっぱりこう言葉の勉強じゃないですけど、かしこまりましたとか、さようでございましたとか、いやわな強制ですよ。僕はコールセンターで最初働かせてもらった後に、その後あの GU で時給850円で働きました。GU は確かにアパレル系はいそう、似合う買っちゃいそう。でも、それはチームメイトが、山田さん一緒やろうや、って言ってくれて、とか言って、とりあえず面接行って、あの、とりあえず面接もめっちゃ適当な格好で行って、店長は25歳か4歳か女の子で、僕も2つ下ぐらいの店長で、すごいなと思いながら、で、今面接聞かれるんですけど、いろいろ。今日のファッションはどういったのを意識してコーディネートしましたかみたいな。しまった、アパレルなのにめっちゃ適当な感じ。甘かったっすね。めっちゃ適当。あの、まあ、サッカーやってるんでサッカーっぽい格好できました、みたいな。まあでも、自由でもやっぱりこう、すごい学ぶこといっぱいあって、接客もそうですし、まあ、結局はチームワークだったりするんで、で面白かったですね。で、エリアマネージャーにめっちゃ怒られたりして。GA って女の子多いんで働いて。なんて怒られたの？それは、まあ、ふざけてたと。それが。大人でしょ？多分、その店舗の中でもまあ、俺結構上の方だったんですけど、怒られるのはやっぱ俺で。あそこでふざけてたっていうのを、他の人たちからチクられているような。チクられて。ダセーバレ方だって。しかも、なんか、2週間ぐらい、なんか、そわそわした空気はあったんですよ。多分、俺の愚痴を言ってたんですよね、おそらく。多分ね、俺が、こう、いきなり控え室入ると、なんか、そっけない感じだな。いや、その前兆はあって、なんだと思ってたんですよ。俺もなんか、もやもやしながら。したら、まあ、ちょ2週間後ぐらいエリアマネージャー来て、よろしくとか言って、こう来てくれ。バックルーム連れて行かれて。で、話して、はい、すいませんでしたって言って、あの時の自由の人たち、見てますか。でも、すごいみんなよくしてくれて、試合の、あの応援に来てくれて、エリアマネージャーも、その時、天皇杯が、轟きでフロンターレだったんですよ。はい。届くまで見に来てくれました。いいもん見せる。そこで見せれたもんね。そこで。そう。いや、マジかよ、頑張ってたね、みたいな。本当に田坂選手なんだね。ふざけてるだけじゃないんだ。時給850円しかもらってないですけど。関係ないですから、ゴール決めたとしても。時給上がんないですから。1円ももらえないです。で、夏は、そう、自由は、夏は閑散期なので、そのやっぱ服の単価低いじゃないですか。はいはい、自由安いから。シフト入りなんですよ。その時の総支給が、8月だったかな ?9 万でした。総支給9万で。生きてけないじゃないですか。いや、あの時は本当にしんどかったですね。飯ね、はい、食うにもお金使えないというか、だからじゃがいもをラップして、レンジでチンして。辛い。泣きながら食ってました。戦時中みたいなもの。アスリートなんて食べるのも知りそうなんですよ。そうなんですよ。ちっちゃくなっちゃいますもんね。はい。なるべく自炊するようにしてたんですけど、やっぱそれでも、やっぱりね、あの奨学金だとかいろいろ払うもあるじゃないですか。9万だったら家賃とかね、電話代とか、車代とか、もう本当に結構大変でしたね。レジ打ちながら泣いてましたもんね。そうなんだよな。泣いてましたね。やっぱ鹿児島に残っとけば、いいわけでこんな思いもしないのに、俺は島根にレジ打ちに来たんかなみたいな。そうですよね。レジにいる時間長いんで。なんで島根選んだんですか？そのプロ契約があったのに。
それは、僕がついてきた指導者の人がいたので、はい、その人のサッカーをもうちょっと知りたいなっていう意味で、まあ、言葉悪いかもしれないですけど、その人をうまく利用したかったっていうのはあるんで、まあ、今でもちょっと仲良く しますけど、その人が選ぶとこだったらどこでも行くって言ったので、はい、海外でも全然行くよとは言ってたんですけど、たまたま島根だったってだけで。ちょっと最後に突っ込んだ質問だけ。はい、好きな食べ物なんですか？もったいねえな。絶対来ると思ったんですけど。恥ずかしいよ、俺は。それは恥ずかしいよ、お前。見つかされてました、そのプレーは。ちゃんと俺、ボール、ちゃんとポイントに置いたんです。セットプレーした。セットプレーした。でも、お前、こっちちょこんって言っちゃったから。はい、回収でーす。だけど、コース読まれてたから。コース読まれてた。残念ながら。絶対来るなと思いました。はい、というわけで、ね。前後編に続き、山下に来てもらいました。はい。山下今日はありがとうございました。ありがとうございました。以上、吉井義風が勝手にお会いしたどうもありがとうございました。